おはようございます。次元です。はい、すいません。動画の冒頭でね、こんな、大きな面を見せておりますけども、全然テンションが上がりません。すいません、ちょっと寝起きがね、弱いもんで、申し訳ないですが、まあ何かと言いますとですね、本日、エアジョーダン1ローのシャドウですか、の発売日ということで、ちょっと欲しいかも。ジョーダン僕人生初ってね結構前からずっと言ってたりするんですけれども、人生初ジョーダンをこのシャドーローで一回ちょっとかけてみようかなみたいな、在庫としてちょっと多いか少ないかも分かんなければ、買えるかどうかももちろん分かんないんですけれども、一回ちょっとやってみる価値あるかなと思ってて、で今これ動画撮ってます。現在ですね、時刻が何時ですか。はい、9時40分です。はい、ちょっと危ない、ギリギリこれからねすぐ行かなきゃいけないんですけども、アトモスさんで行くとですね、多分ドレスコード今回ないということなので、アトモスさんの方で並びに行きたいななんて思っております。ちなみにせっかく買うなら動画でとも思ってきたので、スニーカーズもあったじゃないですか。スニーカーズはやんなかったです。はい、なぜかというと、手に入れられたとしても手元に届くのって翌日ぐらいじゃないですか、スニーカーズ。まあしゃあないことなんですけども、それよりもやっぱりもう即日にゲットして、まあせっかく動画こうやって撮ってますから、即日に出したろかなっていう感じでちょっとやりたいなと思ってて、これから行っていきたいと思うんですけども、まあこんなベラ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 喋ってる時間ないですよね。はい、今から行ってみたいと思います。よしーす。先生、あらっす。あらっす。多分日本のお客さんで最速で履いた男かもしれないですね。履いてきた靴はこんな風にぶち込んで、はい、この買ってすぐ下ろすスタイルをちょっとやっていこうかなと。なるほど、うん、転売目的じゃないよっていう、ね、確かに分かりやすいです、ね、普通に履きたいっていう、そう、買ってすぐ履く気持ちがこう前のめりに伝わってきますよね。そうですね、はい、大丈夫ですか。はい、僕はもう午前中休みなんです。さすがです。気合が入ってますね。そうですね、初ジョーダンなんですよね。あ、初なんですね。これ初だね、こうやって、はい、ボロボロにしてるんだよな。だから履き潰してる感がいい、ね、ああ、でも昔はそうでしたよ。あ、そうなんですか。そうそうそう、シワつけて逆に新品が恥ずかしいみたいな、昔は。今はね、すごいっすね。なんかシュッシュのやつ、フォーマンスみたいなやつ、すごい、なんかそう考えたらちょっとダセですけど、いやいや、なんかなかなか買ってすぐやることじゃないですけどね、最近のねスニーカー事情で考えると、まあまあ、すごいっすね。これまで履いていけば、ちょっとシワをつくとしても、はい、まあ、そうですね。なんかピンピンがなんかちょっと寒いなみたいな、はい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 、履き潰してる感が欲しいみたいな感じで、あ、とはいえでも擦りつけるのはちょっと違うじゃないですか。さあ、そうです。昔はね、やってましたけどね。やってたんだ。そうそうそう、それも、それすらも、そうそうそう、もうボロボロにして。あ、でもちょっともう早速シワついてますけど、まあなんかこういうのでね、ちょっとシワシワの、うん、なんかボロボロのがいいなみたいな。まあでも初ジョーダンだ、やば。すごいです、初ジョーダンこれってのが。どうなんですか。いや、僕シャドウ大好きなんで。セブンホールでも。セブンホールでも、まあそこはまあまあまあ良しとしましょうよ。ああ、そう。僕もセブンホールがダメで、エイトホールがいいみたいな、ね、はいはいはい、その概念マジで分かんない。はいはいはい。さあ、ということでですね、買ってまいりました。ちょっとね、戻ってきて、結構朝早かったんでね、少し寝て復活した感じなんですけども、おはようございますって感じでございますが、ということなんですけども、こちらまあ動画でもご覧いただいた通りですね、もう履いてます。ばったりね、本当にびっくりしたんですけども、スニーカー浸透の先生とお会いしてですね、まあちょっと最終的には先生はスルーされたっていうことだったんですけども、まあちょっと無理言って、先ほどね、画面にもあった通り、ちょっとカメラマンもしていただいたりとかしたってことで、本当にありがとうございました先生ね。また引き続きよろしくお願いしますって感じなんですが、で僕ね、結局並んでたんですけど誰もいなくて、ここで大丈夫みたいな、すごい半信半疑でそこ並んでたんですけど、最終的にはもう一人の方が並ばれてみたいな感じだったりとかして、スタッフさんの方で、まあ、ちょっとお二人とも全然買えるんですけどみたいな、一応ちょっとまあルールとしてというか、一旦ちょっと列の順番だけいいですかなんつって、で僕一番前に並んでたんですけども、まさかの2番引きまして、ここ運悪いなと思いながら、まあまあでも買えるからってことで、ある種最後僕だったんですね、そこの新宿店の方のお会計といいますか、こちら買うっていうことで。斬新じゃなかったですか。これね、ちょっと
自分でも笑っちゃって、これおもろいかもと思っちゃって、それ買いに行って退店した時にもうそれ履いてるっていうねなんかまた近々自分が欲しい靴で、かつなんかこう店頭抽選ありますよっていうもので、かつ僕が買えた場合それやってみようかなって感じで思ってます。まあもちろんね、スタッフさんだったりとかお店の方でのご迷惑にならない程度に、だってこれをやることによってこいつ転売はしねえなってなるじゃないですか。だって履いてんだもん。もう斬新すぎる。ちょっとご迷惑にならない程度に今後も引き続きやっていこうかなと思ってますという感じでございます。肝心のこの商品の詳細なんですけど、まあジョーダン1のシャドウのローですか、これまあ何回も言ってますけど、僕自身もね人生初のジョーダンということでマジで買ったことないんですよ。マジでお金出して、変言い方変ですけど、マジでちゃんと欲しいなと思ってゲットしたのが2024年の5月10日ですね。はい、もう記念すべき日だということでございますね。なんで買ったかって言ったら、そもそも僕ハイカットがあんまりこう履きたくないというか苦手で、ジョーダン1のシャドウといえばあれも OG カラーなんですもんね。そういうので結構人気だったりとかするんですけれども、まあ僕自身はハイカットはあんまりかなっていう、特にジョーダンは僕自身が履くっていう風な感じの考えでいくと、なんかこう履いてます感がえぐいなっていう、なんかそういうのがちょっと否めないな、払拭しきれないなという風なことがなんか変にこう感じていて、そもそもジョーダン自体は履いてなかったし、あんまりこう興味も全然なかったんですけど、まあジョーダンはローだし、なんかこう普通に履けそうだなっていう風に思ったっていうのがまず一つと、ソウシ君とねこの間動画で撮った時に、なんかジョーダンの話に少しなって、ジーケンが似合うジョーダンだったら例えばシャドウとかちゃうみたいな話になったんですよ。今年なんかねローも出るしねみたいな話を、まあ、動画内でもしてるんですよ。そのソウシ君が言ってたところが若干ねやっぱ頭の片隅にあったんでしょうね。スニーカーズだったりとか、この日に発売されますみたいなのが動画だったりとか告知された時に、あちょっといいかもってふっとね、あんまりこのジョーダン1では心が動かない人間だったんですけど、これはちょっとねそのタイミングでそういった過去のね後押しもあってっていうかで、あいいかもと思って買ったって感じですね。でもこれねうん、まあ いいんですけどね、ちょっと見たんです僕アトモスさんでね、現在17時、夕方の5時前ですよ。並ばなくても買えましたねこれね。わざわざこれ朝早くから行かなくてよかったなっていうふうに思いますね。これ多い、もしかして多い、もしくは人気ない、どんな感じですか皆さん。ちょっと分かりませんけれどもですね、まあ現状、5月10日発売日ですねの17時前、16時55分なんですけども、だと 25.5 から 30cm ほぼフルサイズ残ってるという感じでございます。まあまあいいんですけどね、僕がこれが欲しかったってだけですからいいんですけれども、なんかねジョーダン1イコールなんか速乾っていうイメージが、まあその考えももはや古いのかもしれないですけど、そういったのがある中で拍子抜けしたような感じもするしっていうような感じですね。あとですねこちらちょっと見てほしいんですが、これあれなんですよね、ジョーダン1とかでいくと箱によって色が変わってるって感じなんですけど、今回これはシャドウ用の箱なんですか、これなんですか、視聴者さんにこう問いかけるっていう斬新すぎる動画だったりするんですけども、あんま僕もねそんな知らないにしてもこの色味の箱ってあんま見たことないから、多分これに合わせたカラーなんじゃないかなって思ったりとかしつつ、あとはまあ替え紐もねあるということで、ちょっと替え紐も愛ですね、この純正のねこのナイキのこれぞ OG っていう紐があったりしますけどもですね、せっかくなんでちょっと通しますか。それで言うとだって比較動画できないから僕持ってないし、ちょっとそういうのもやってみましょうか。ちょっとお待ちくださいね。はい、ということでこんな感じで片方ずつやってみました。どっちでもありですけど、今回はこうやってグレーのやつついてて、まあどっちでもいけるって感じですね。うん、まあでもこっちもありっちゃありかなと思いますけど、まあ履くんだったら僕はここの面積にグレーはいらないかなって思っちゃいました。なのでちょっとこうやってやったんですけど、また通し直します。はい、ということでちょっと二度手間でしたけども、こんな感じで直しましたと。で、まあスタイリングもちょっと撮りたいんですけど、すいませんまだね全然見えてない部分もとてつもなくね撮影に向いてないというか、めっちゃもう汚いんですけれども、まあなんかうまいこと撮ろうかなと思うんでこんな感じ撮ってます。はい、ということですいませんね、こんなみすぼらしい空間で申し訳ないんですけれどもですね、ちょっと場所的にここしかなくてここで今撮ってます。ここは何かというと、まあ先ほどね撮ってたところのもう一個、まあ部屋というか空間があるんですけど、ここが絶対実際ね、靴部屋
にしようと思っている部屋です。カッコ仮です。はい。ここの空間はですね、まだ全然できてないので、ここの空間を引っ越ししてから何も使ってません。で、こうやってね、見ての通り、こうやってまだ資材がめっちゃある状況だったりするんですけども、まあ、ここに靴棚らしきものも完成しつつあるんですが、こういったのでね、こっちとこっちにまた棚を付け加えて、靴部屋をここで空間として展開しようと思ってるんですが、ちょっとまだできてない状況なんですが、場所がほぼしかなかったのでここで撮ってます。ちょっとすいませんね、みすばらしい感じで申し訳ないですけどもって感じですね。スタイリングとしてはまあ僕はこんな感じで、まあさっきのねお買い物した時と同様なんですけども、こういう風な感じで、シャドウを合わせたいなという風に思います。まあ下半身見たらねわかると思うんですけども、間違いない合わせ方だと思います。スウェットパンツですね。まあ僕のブランドで過去に出したやつなんですけども、そのスウェットパンツにジョーダン1ローのシャドウっていう形でございまして、まあ一見ね下半身だけ見たらアクティブというかラフというかそんなのもありつつなんですけども、トップスにシャツを合わせることによって、まあそこでねラフすぎないような演出をしてるかなっていうところと、あとキャップに関してもこっちには日よけがついてるような感じのキャップなんですけども、こういうのを合わせることによってアイテムだけこっから下は普通なんですけど、ここでちょっとアクセントというかスタイリングとしてのアクセントを加えているっていうところが僕の今日のスタイリングでございました。実際に自分が欲しいと思って買った初めてのジョーダンということで足を入れた感想を言いますと、意外にジョーダン1ってインソール柔らかいんだなって思いました。あとはこう見た時にまあなんか普通に履けるなって思ったんですよ。その普通に履けるっていう言い方も正直その毛嫌いしてたっていうか、まあ履かず嫌いというかあったんですよね。なんか僕はあんまりジョーダンはあんまり僕は履かないかなみたいな、なんか合わないなっていう風なのがずっとあったんですよ。前の動画でも言ってるんですけど、他の靴とかも挑戦したいとか言ってたので、この色はまあ僕自身も結構履けるし、なんならいい色だなっていう風に思いましたし、ということでちょっと買ってみたんですけども、いや結構個人的には本当に履かず嫌いだったなと思いました。もう履いたら履いたで意外にいいじゃんって思いましたね。まあそんな感じで、正直さっきの動画でもあったと思うんですけども、ボロボロにして履きたいんですよこれ。でも恋にボロボロにするのは正直違うかなと思ってるので、1年後ぐらいとかに、まあどのぐらいその1年間の間で履けるか分かんないんですけど、その1年の間でがっつり履きまくって、ちょっと今汚れとか擦れとかシワがめっちゃあるとか、そういうのでデニムとかでね合わせたりとかっていうのをしたいかなって思ったので、そこまでこう見据えての購入でした今回は。なのでまあジョーダン1自体もまあでもどうだろうな、そのシカゴとかまあなんかロイヤルでしたっけ、人気の靴は多分あんまり僕はいかないかなと思うんですけど、まあこういう風なね自分好みの色合いだったりとか出たらですね、買いたいなっていう風にも思えるかもしれないと思った、そんなシャドウの今回の購入でしたね。そんな感じで、すいません、僕の洋服がまだまだここにないので、今回はこの1パターンでしまいにしたいと思います。では先ほどの価格に行ってみましょう。ということでいかがだったでしょうか。いろいろとね聞くと8ホールじゃなくて7ホール、まあいわゆるこのシューレスホールですね、 1,2,3,4,5,6,7 今回7個しかないからうーんっていう人もいるっぽいんですけど、まあまあまあそれはね個人の自由ですし、まあジョーダン好きな人からしたら、いや8ホールじゃないんかいっていう人もいるっぽいんですけど、まあ僕ねそもそもジョーダン自体は何も知らないんで、まあ色味とかも含めてこれだったら履けるかなと思って買ってみました。でこのね僕のチャンネルでは結構言ってると思うんですけれども、まあエアマックスばっか入ってきたこのアパレル人生なんですよ正直。なのでこういうジョーダン1すらもほぼ履いたことがない人間なんで、36にしてね。なので履いてみた感想としては、意外にふかふかしてんなって思いましたね。それなりにクッショニングいいじゃんみたいなと思ったのが初めて履いた感想です。初めてっぽいでしょマジで初めてなんですよ。こういった見た目でいくと、まあごめんなさいね、初めてなものなんでそういう言い方になりますけど、なんかちょっとこう硬くて地面とすごい近い感じがして、なんか疲れそうっていう印象が正直あったんですけど、いや意外にクッショニングいいじゃんみたいな、ふかふかしてんなみたいな、インソールも結構柔らかくていいかなって思ったって感じですね。全然僕のイメージとしてこのジョーダン1みたいなのがないとは思うんですけども、今後もこれはちょっと履いていきたいなと思いますし、毎回言ってるように僕自身これ以外でもまだ全然ね履いたことない靴ってめっちゃあるんですよ。36歳、約10年ぐらいアパレルにいるんですけど、まあそういうのも含めてね、このチャンネルでこのスニーカーのモデル童貞を捨てていくような感じのも引き続き撮っていけたらなというふうに思っておりますし、冒頭でもちょっとねありましたけど、まあ履いてめっちゃシワシワでボロボロになった感じのこのシャドウで行きたいなと思ってるぐらいなので、まあ結構頻繁に履いていくんじゃないかなと勝手に思っておりますと。で金額でいくと多分ローで2万弱ですか、ちょっと高いんじゃないかなっていう
ふうに思いますけど、まあそれしゃあないなというふうに思いますし、まあちょっとねこういう言い方もするのもねおかしな話ですけれども、まあこんだけちょっと余裕を持って買えそうだったらセール的なのを待つっていう方も大半なんじゃないかなというふうに思います。ですので売れてないから人気ない、まあ人気ないっていうかそういう言い方しちゃうとそうなんですけど、でも自分自身がその人気じゃないから履かないとかじゃなくて自分自身の感性でね選んでいくっていうところはまあ一つの自分自身のねスニーカーを選ぶ楽しさの一つでもありますから、まあそういうふうな感じでね選んでいけたらなというふうに思いますし、皆さんもね、ぜひねこのジョーダン1のローシャドウですかを、チェックしていただけたらなというふうに思います。ということで今回は、ジョーダン1の童貞を捨ててみた動画でございました。おっしゃ。